はい、皆さんどうもこんにちは、ブドウです。ファイアーエンブレム烈火の剣続きをやっていきたいと思います。前回で船をゲットしましたね。ファーガスの船は順調に航路を刻んでいく。青い水平線の彼方にやがて霧に包まれた島が見えてきた。あの島に父たちがいる竜の門がある。島が近づく頃、エリウッドは父が反乱に組みしたかどうかよりもただその無事を祈るだけになっていた。まあね、そうですよね。てかもう魔の島に渡るって早くないですか。魔の島にネルガルたちがいて、その最終決戦の場じゃないのかな。魔の島に入ってからが長いんですかね。17章海賊船。お、やあ坊主、船酔いとかしてねえか。ファーガスさん、大丈夫です。それより立派な船ですね。なはは、海賊船にしちゃうな。一つ伺っていいですか。なんだ。どうして僕らをこの船に乗せてくださったんですか。港町でバロール島に行きたいと言ったら気が変なのかと疑われました。だろうな、なんせ魔の島だ。俺たちもよほどの事情がなきゃ行きたくねえな。でも船を出してくださった、お金も取らないと言われる。どうしてです。坊主、男ってな、因果なもんで挑戦ってのに弱いんだよ。自分の挑戦ってやつはもうあらかたやっちまった。果たしたもの、諦めちまったもの、いろいろあったかな。俺も年を取った。長く新しいものへの挑戦なんかとは無縁だったが、バロールに行こうなんて本気で思ってるバカが現れたんだ。しかもなかなかにいい根性をしてやがる。おう、ウッド入りの姿勢を買われたということですね。魔の島から生還できるかどうかこの目で見届けてえじゃねえか。ご期待には添えると思います。おお、すごい自信だ。僕らは必ず生きて戻ります。よし、だったらこの付近の海で待っててやるぞ。大陸に戻るときにはのろしをあげろ。すぐに迎えに来てやろう。ありがとうございます。お、ダーツ。お頭、十字の方向に小舟が漂ってますぜ。中には人が乗ってるみてえだ。どうしやす。引き上げろ。どうやらお客さんだが、この付近でってのはちょっとばかし妙だな。妙とは。海流から考えると、この辺りを漂う船は魔の島から来たとしたか思えねえからさ。お、敵かな。さあご対面と行くか。敵やろ。エリュット、ファーガスのおっさんとの話は済んだのか。知ってたのか。まあな、それで何か分かったか。信頼できる方だよ。僕たちはついていたな。まあお前がそう言うなら間違いないだろう。来て、二人とも。船が引き上げられたわ。乗っているのはまさか女の子。あ、敵じゃない。通るとったの誰か。うん。おい、そこの嬢ちゃん、私ちょっと手伝ってくんねえか。どこを持ったもんか困る。いいわ。意外に紳士だな。うるせえ。まあ女の子。おお、ニーヤンじゃん。あ、ニニヤン。え、船に乗ってニニヤンだけかな。ニニヤンだけ。ちょっとしっかりして。ニニヤン、なんでニニヤンが流されてくんの。まさかこんなところで会うなんて。あ、よかったな、ウッドエリー。知ってんのか。1年前リンたちと出会った時、偶然助けた女の子なんだ。ニニア、目を開けて。やっとエリウッドの支援相手が来た。あ、ニニア、気がついた。あの、私大丈夫。どうして小舟になんて乗ってたの。うん、そうだよ。あ、そう、ニルス、そう、ニルスは一緒じゃないの。あ、え、どうした。ニニア、リンです。彼女様子が変だ。私は。え、どうしたの。お頭、あ、ま、ああ、
こっちが敵か。4時の方向に海賊船発見。こちらに近づいてきます。ファーガス海賊団と知って仕掛けてきやがるか。どこのバカだ。旗は見たことねえ柄です。この辺りの海は俺たちの縄張りなんだぞ。知らねえ船が出入りしてるってのか。信じられん。ち、妙なことばかりを起きやがる。ガキども、自分の身はてめえで守れよ。面倒は見れんからな。うわー水だ。船底に穴が開きやがった。水が入ってくるぞ。なんだと、舐めたまでしてくれるじゃねえか。大頭、かなりひでえ。全員でかからねえと船が沈ん邪魔は。沈ん邪魔は。なんとかしやがれ。俺はこいつらのドタマかち割ってやらんと気が済まねえんだ。無理ですって。食料庫にまで水が回ってる。降りてきてくださいよ、お頭。ハーガスさん、海上の戦場の敵は僕らに任せてください。敵を蹴散らすのは俺たちだけでも大丈夫だけど、沈みかけてる船を何とかしてくんねえと。みんな揃って海の木図だぜ私たち責任持ちますから早く。わかった、任せよう。しばらく持たせてくれりゃ穴を塞いで火星に戻っからよ。あ、そうなの。はい。あ、ファーガスも使えるようになるのかな。リン、彼女をその船室へ。ニリアンはどうしたんだろう。わかったわ。来るぞ。うわー、やだ。お決まりのマップですよね、ファイアーエンブレムシリーズ。海、あの女だけは生きて帰ればいい。他は生きて帰すな。ニニアンのことか。ニニアンを追ってきたっていう感じですかね。ちょっと待って。うわ、嫌だー、これ。絶対ね、海のマップはありますよね、大体。海っていうか船、大体。草原でもあったし、エフラム編の幽霊船が私嫌いなんですよね、あれ。うわー。ルナ来たー。ハヤテの羽。盗みたいけど盗めんのかな。もういいやろ、こんな。生き残る方が大事。あっ、うわ、マジで。籠城しようと思ったのに籠城させてくれないな、このゲーム。籠城させてくれんね。仕方ねえな。ユニット、ローエン・レベッカ、カナズ・ビールとか入れたいですよね。ルス・ヤッチ、ウィル、ケント・セイン、ギー、ちょっと最近なんかね、あれやもんね。ギー、ちょっとちょっと抜かすか。最近なんかあれやもんな。カナス、ウィルで、セーラとかエルクッチ入れたいんですよね。ケント・セイン抜くか。どうしようかな。でもケント・セイン好きなんですよね、そこそこ。でもローエンちゃんもおるしな。この3人とも好き。迷う。でも船の上だからそこまでやらんでいいかな。壁の方が役に立つやろ、今回は。生存やったよね、目的が。エルクセーラー、どれか。フロリンもいいね。フロリン出してあげたいな。傭兵とかいっぱいおったもんね。オズオズも出してあげたいな。マッシューはいいかな。マッシューはいいかな。おぞうず、フロリン、フロリンも出してあげたいけど。ヘックンとリン外す。フロリン、いや、ウッドエリのためにヘックンを入れるか。じゃあリン外す。どうしよう。リンはね、いてもいいんですけどね。
老園こんな感じかな。ちょっとリンはお留守番させようかな今回は。プリシラライブ間違えた。ライブ老園ちゃんこれでいいよね。やりがないな。やれっかそう。オズオズフロリンもちょっと手伝いない。そうか、エルクッチファイヤーファイヤーいっぱかったもんね。セーラーライブはあるか。ミールもこれでいいか。カナスンはミールが欲しいんですけどミールがないもんね。探求預ける。デビラックス預ける。マスユーマーカーセットルカーバー。アイテムはこんな感じかな。いや、目的は生存ですもんね。さあ、壁を作って徐々に進軍していきたいな。こちら側なかなかに厳しい。多分こっから出てくるな。本当は攻め込みたいけど、導き投げ欲しいですね、どう考えても。きつい、きつい、きつい。こっちやり、おぞうぜな、ここ。おぞうぜ、おぞうぜ、ここ。ヒロリン、セーラー、クリシラ、ローエンちゃん、レベッカ。ローエンちゃんとレベッカでいけるかな。辛いよな、それもそれで。魔法やろ。いっか、とりあえず。マリナスがレベル7になりました。はい、今回飛行機。あ、おい、戦いはお前らに任せた。応援が来るまで持ちこたえてくれ。それからこの船には商人を乗せて商売させてんだ。海賊船なのに。ここが武器屋、こっちのが道具屋だ。うーん、魔の島に上陸した。当分買い物なんぞ。あ、そっか。おお、いいこと言ってくれる。よし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 。まずてててててててあ、ウィルも連れてきたっちゃうね。ウィルもガンガン育てていこうぜ。レベッカ、そう、とりあえずレベッカ、そう、頑張れ頑張れ頑張れ。ほら、避けてー。レベッカ避けられる、避けられ、よし、さすがや。オッケー、強っ。レベッカさん強っ。ちょっとウィルの位置間違ったな。ほう、ローエンちゃんで、ちょっと難しいね、ここは。ローエンちゃん手ありかな。手あり。で、おぞうずここら辺で塞ぐか。なんかやばいもん、持っとったね。鉄の剣。鉄の剣。長江と。大丈夫やね。おぞうずでここら辺塞ごうか。テールクッチや。そうね。ペガサスとか来るかな。どっから来るかな。ペガサスが来たらマリナスやばい。武器や。鉄の剣めっちゃ買おう。鉄の剣。じゃ先に。え？鉄の槍がない。マジか。鉄の剣、鉄の剣、鉄の剣。マジで鉄の槍、あ、鉄の弓、鉄の弓、鉄の弓、そんぐらいよね。鉄の弓が、鉄の槍が欲しいんですけど、ない、売ってない。手を伸ぶ。ウッドエリー、ヘックン、ここは
ライブとか、あ、見る顔。カナスンで見る顔。カナスン見る。自分のものは自分で持つ。2個ぐらい買っとこう。やばい、金がない。金がない。プリスイラーこっち舞台かな。本当はここにこもった方がいいんですよね。男をふさふさしてさ。でもちょっと導きの指輪と取りたい。無理だったら 即やめよう、うん、無理だったら即やめる。命の方が大事だから。来た。うん、はい、オッケー、完璧。よし、いいんじゃない。ロエンちゃんに魔法が飛んでくるね。ほら、おぞうず強っ。しばらくおぞうずで頑張れるな、そこは。あー、ロエンちょっとね、ちょっとつらたんやね、ここ。よし、ほら、オッケー。ミール重いんですかね。いや違う、相手のステータスがそうでもなかったな、シャーマンは。でも下手したらこれやっつけ負けするな。よしよし、よく避けた。えらいえらい。よし、ロエンちゃん速さと魔法魔法魔法。よし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 、えらい。いい子いい子。あ、いけそういけそう。飛行系さえ飛んでこなければ。ちょっと待ってよ。ウィルソンで打ち取る。ほら、いけ。レベッカ袖。こいつかな。いや、すごい、レベッカ強い。避けられる、頼む、避けて。よしよしよし、えらい。オッケー。ああ、優秀優秀。でね、で、ここからかな。手ありで攻撃するしかないか。手ありもったいないけど、まあいいか。ほら、よし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 、ほら。で、ちょっとつらいな、ここは。弓もおるし、いや弓はまだ大丈夫か。エルクッチ、やばい、いけそう、いけそうやけど、マリナスを守らんといかん。マリナスを一人にさせてはいかん、さしたらいかん。ライブ、多分船だから飛行系飛んできそうやけど、どっから来るかやな。あっ、で以上。大丈夫ね。ランスバスター、ランスバスターだと、まあいいだろう。鋼の弓は飛んでこんはずやから。細身の槍でちょっときつい。いや、鉄の槍さえあればな。9、12、まあ、生き残るのか。生き残るけど、頑張るしかないね。しょうがないな。
鉄の槍買いたいんですよね。まあ大丈夫、まだ大丈夫。フロリン、力速さ。いいね、お、いいね、いいとこ分かった、いいとこ分かった。で、カナスン。あ、カナスンで攻撃すればよかった。まあいいか。あ、取り調べ、よし、回復できる。プリシラで回復すいません。よしよしよし、さあどうでしょう、どうでしょう、どうでしょうか。ちょ、ヘクトル、エリウッドはあんまり前に行くな。飛行機が出てくるんだったらレベッカとかウィルとかあんまり進まん方がいいのかな。大丈夫大丈夫。ああ、まあいいよ。弓当たりそう、そろそろ当たりそう。お、当たらなかった。ほら、ほら、オッケー。よし。うん、来たな。甘、靴の剣。甘キラだと。ハサ24、29。耐えるな。耐える耐える。耐える耐える。カナスンで攻撃、それはいけませんよ。ちょっと当たり、ビルがおるから大丈夫か。これは鉄の剣。そうやな、まあ、またんでいいか。こう、プリシラで回復、回復、ウィルソン。最近ウィルがあんまり使ってないから頑張って育てようかな。うん、聖水、もったいないけど、おぞおぞで頑張るか。よっしゃあ、アマーキラー一発ぐらい食らっても大丈夫。あ、違う、追撃されるっちゃ。速さ10。うお、やばいやばいやばい。え、でも、あ、体格、重さ11。あ、大丈夫か、追撃されんな。うん、追撃はされない。で、問題はここですよね。よし、じゃあレベッカに任せて大丈夫かな。よし、あ、レベッカ優秀、優秀やね。いいね、やった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 。これのためだけに頑張ってきた。あとはこれ魔衆がいないからね、取れないんですよね。
危ないからやめよう。あとはよし、じゃあ応援ちゃんここまで戻ってセーラで回復、塞ぎつつ回復。よし、あとは籠城します。これでいいと思うんですよ多分。うん、はい、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さようなら。